お焼きは団子、ピーマン、キムチ、サーケ、チーズ、タコ、こんにゃく、チーズ、いかない？マヨネーズ、ネギ、ネギ、オッケー、だよ。醤油、マヨネーズ、ポン酢、ポン酢っていうのはなしで、なしで、はいはいはい、丸くして、3人でやってます。やってません。全然みんな笑って、もうみんな、それではメンバーのリクエストに応えてゲーム対決を行います。イエーイ。高瀬くるみちゃんからのリクエスト、はい、ハラハラドキドキしたいということで、お、ハラハラドキドキ古今東西風船ゲーム。はい、17人全員で行います。出されたお題に膨らむ風船を持ちながら答える古今東西ゲームです。破裂した時に持っているメンバーが負けになります。はい、負けた人は罰ゲームとして一発芸を披露してください。それではハラハラドキドキ古今東西風船ゲーム、お題は丸いものスタート。風船、スイカ、トマト、フラフープ、電球、ボール、メロン、地球。え、なに、なに、土星、土星、目、アンパン、ブドウ、太陽、月、沙織の顔、ピンポン、ピンポン玉、地球儀。アヤパンの手、アヤパンの手、メロン、タイヤ、カメラのレンズ、レンピース。フラスコ
ゆたです。袋のモノマネします。お得意の、はい、クオリティ大丈夫だ。あーイエーイ、頑張った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 。お題は秘密の告白してください。スタート。強制してる。私猫キャラなんですけど、実は犬の方が好きです。ちょっと待って、そういうことでね、そういうことでね、私わかんないって。何があるかな、何があるかな。実は豆もやしそんな好きじゃない。いやー、言っちゃった。黙って。豆が一番好きなんだよね。の化粧品を使いました。かわいい。1年間ご飯かパンを食べ続けなければいけなかったらご飯を食べます。私ここにほくろがあります。食べたい。だって何言うか忘れちゃった。野菜食べてます。ちょっと待って、慣れ方なんですけど鎖骨まで撫でてます。実は手術リンパって言われるのちょっと気にしてます。広瀬さんの水を一口飲んでしまったことがあります。めっちゃ面白い。なに秘密の告白。結構普通の服も、あのシンプルな服も本当はもっと着たいです。私は本当はあの身長がだんだん伸びてきました。何それ。私嫌いな食べ物ないって言ってるんですけど、本当はあの温かいトマトが嫌いです。親指の深部にほくろがあります。実はバイキストランで適当につけました。あの鈴鹿サーキットってあるじゃないですか、三重県のね。三重県のあれの、はい、あの車のエンジン音の真似します。名古屋どうぞ。いきます。口かけしますね。